俳優とアーティストの伊藤岳です。よろしくお願いします。お願いします。仮面ライダーのオーディションあるんだけど、言われた瞬間に入りますって。入る。どうも、MC のアンデレです。アシスタント MC のキャラです。いつもは事務所の先輩をお招きしてトーク番組をしてたんですけども、今回はアンドリューが気になる人とトークをしてお話をしていきたいと思います。それでは、はい、本日のゲストは、どうもこんにちは、俳優とアーティストの伊藤岳です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。まあ、アンドリューの友達ということで、うん、はい、今はどういった活動をされていらっしゃるんですか？はい、僕はですね、東京都内のお店でシェフしながら、うん、役者もやり、アーティストもやってる、こう、まあ、なんていうか、マルチタレント的なポジションで活動してます。いや、すごいですね。三足のわらじってことですね。そうですね。まあ、何でもできちゃう天才なんですよ。うん、変な話、運動神経が抜群、うん、料理もできちゃう、顔がイケメン、うん、歌も歌える、うん、演技もできる。でも俺は今一番、集中したい分野はどこなのかって、まあ、こういう話はなんかしないから聞きたいなと。なるほど、いい質問だ。いい質問だ。でも最初俳優から始まり、まあ、料理はずっとやってたんですけど、うん、俳優から始まって、まあ、演技やりつつ映画出たり CM やってみたり、うん、で最近やっぱこう、僕やっぱお母さんがアーティストだったんで、小さい時からやっぱ音楽が身近にあったんですよ。だからやっぱ音楽って一番自分出しやすいな、一番自分で言える時間だなと思って、最近も音楽にすごい集中して、まあ、なんかそれを生かしてバラエティに出たりとかはあるんですけど、そんな感じですね。音楽です。音楽が今一番、うん、自信があるのも音楽。そうなんや。料理はある。演技はちっちゃくなった。こう見て芸能事務所なんですけどね、彼は。そうですね。最近気づいちゃったんだよね。オーディションとかでさ、俺演技下手だな。まあでも英語も話せて。うん、なんか見ました。英語も話せて、本当に完璧。そう、なんかね、うん、悪いとこがないんですよね。うん、自分の歌う音楽の分野、なんかやっぱ絶対あると思うんですよ。ヒップホップとか。ジャンルね、俺の歌歌ってるは、まあ。日本人であんまいないんですけど、ブルースです。おお、まあ、ブルース、オールドソング。あ、なんかすごい、確かに今日の服装とかもブルースっぽい感じします。あ、なんかギター持ってそう。エルビス・プレスリー、わかりやすい。あ、わかります。こういうこういう感じの、うん、っぽい。素敵です。なるほど。でも俺がガクと出会った時は、うん、米軍基地でコックをやってたのね。うん、そんな本格的な、すごい。そう出会って、うん、この業界生きていこうと思ったきっかけは、俺は多分聞いたことないよね。言ったことない。言ったことないよね。え、そう、わかんない。あらあら、面白い質問来た。ああ確かに。それは俺最初米軍基地入ってたのが23歳から25ぐらいで、うん、で、それで、なんだろうな、ある日、あ、俺の先輩というか友達が、うん、俺の東京も普段来たことなくて、あ、24ぐらいの時に初めて多分渋谷かどっかの、うん、なんか、なんか要はポップアップみたいな、呼ばれて行ったわけ。うん、何これみたいな、うん、おしゃれな人いっぱいいると思って行ったら、そこの俺のおじさんの後輩が役者をやってて、その人が、うわ、君なんかかっこいいねみたいな。今なんかさ、金八先生入ってなかった。いやちょっと金八先生入ってない。大丈夫大丈夫大丈夫。君かっこいいねって、うん、モデルとかやってるの、うん、やってないですよ。何やりたいの、釣りですかね、うん、入んないよって言われたんだけど、半年間ずっと断り続けて、もうすごい来たから、なんか焼き火飲んでから自分無理ですみたいな、あんなかっこよくてできないですって言われたんだけど、俺ずっとスーパーヒーローとか仮面ライダー大好きだったから、うん、である日電話来て、仮面ライダーのオーディションあるんだけどみたいな言われた瞬間に、いろいろ繋がって仮面ライダーになるじゃん。戦隊もの入ってスパイダーマンっていうのが頭に出てきてなんだけど、スパイダーマンなれんじゃねえかなと思って入りますって言って、早っ。それだけ？それだけ。それだけ入った。朝それで入ったらね、そのオーディション終わってた。あ、うん、った。いいオチ。それがきっかけで芸能界に入ったんだから。なるほど。ガクがモデルの仕事をするときもある。俺も例えば芸能の仕事をするときもあるんだけど、ガク、うん、はいつも言ってくれるじゃん。
モデルってこんなむずいんやって、うん、自分が話してみて、うん、広告の撮影とか。でも俺も今回めっちゃ気づいて、その撮影にも入ってて、うんうん、そういう演技の方の演技のねで入ってみて、うん、まあ、ガクの凄さ、うんうん、いやめっちゃむずいなと。ガクはなんか口でアドバイスしてくれるけど、実際現場に入ったらめちゃめちゃ難しかったっていうのがあって、現場とかでどうしてたのかなって。役者をやってる役者やってる上で、ね、そう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 、映画、あ、その映画の撮影現場とかで、そうそう、いやこれね、こうね、こう今見てるさ、うんうん、これから映画出たいなとかいう子にアドバイスしたいんだけど、うん、俺こう、あのメンタルあの話やっぱさ、こう一回出るけど、うん、俺もちろん緊張するけど、うん、結構もともとぶっ飛んじゃってるから、なんか、うん、気にしない気にしないそうで、あとはなんか俺の場合はすごい先輩の人が、先輩の人さんたちが、うん、先輩の人さんたちがすっごいサポートしてくれたから、うん、なんだろう、みんな背中押してくれた。で、とにかく思いっきりやれって、一回、うん、歌もそうなんだけど、一回変な歌声で歌ってから自分を出すと、いた自分を出すとあれまともになる。要はな、例えば歌歌ってて最初なんかわざと変な声出す、あのウィーンみたいな、こんな声で歌ってウィーンって歌った後に自分の声でなんか歌うとしっくりくるわけ。だから映画も役で一回超クレイジーにふざけてやってみて、怒られるかもしれないけど、うん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 、そうするとそれをちょっと抑えた時にちょうどいいのが出るみたいな、うん、一回オーバーにガンって演技してそれを抑えたのがちょうどいいっていうのを教えてもらって、結局なんだろう、メインどころはセリフもあるし、うん、演技も、うん、まあ、替えが効くじゃないけど、うん、何回もできると思う、うんうん、もしダメでも監督と話し合ってこう違うよね、うん、でも俺ら多分一発勝負なのよ、うん、もうそこで向こうが求めてるセリフとか言えないと変えられてる場面も見たし、うんうん、あ、じゃあいいやみたいな、わかる、それはわかるでしょ、うん、一番最初は俺めっちゃ周りのすごい役者さん、なんか多分大御所の人とかいたり、まあいるじゃん、モノマネしてた、うん、あ、もう真似だよ、めっちゃ真似してた。そう、あとはその映画のジャンル見て、まあ、最初なんてさ、真似ないとさできないじゃん、何もわかんないから、うんうん、だから最初は何かの映画を見てちょっとこの人を意識しながら行こうとか、うんうん、まあ、アクションだったらちょっとジャッキー・チェンとかさ、あっちのかっこいい向こうの俳優を真似しながら、うんうん、とりあえず行こうって言って、まあ、それでダメだったらダメで他の人真似て真似て、最初今日結構吸収しまくってたね。そこなんかモデルと一緒やな、うん、確かに、ね、真似したりして、うん、でも演技はなんかその真似とか俺は分かんなかったから、うんうん、なんか自分らしさっていうのが結局全く分かんなくなった、うんうん、途中いたあれ、うん、お二人はもともとまあその芸人としての相方だったし、まあ、今も一緒に住んでるっていう中で、はい、まあその芸人の頃と今、まあ、役者さんと、まあ、そのモデルっていうのでかなりあのお仕事、まあ、変わったかなっていう感じなんですけど、ね、うん、なんでお互いの印象とかそういうのってなんかまた変わったりしました？このガクっていうやつから人の悪口とか全く聞いたことないです、一回も。あ、素敵。4年間一緒にいて、そのぐらいだね、一回も聞いたことがなくて、なんかうわーってなった時も時間を置いて落ち着いたかとか、うん、絶対切れたことも見たことないのね、はあ、4年いて。だからそういう優しさとか、うん、人をこうなんだ、魅了する魅力、うん、魅了する魅力一緒か引きつける魅力か、うんうん、はやっぱり4年一緒にいてすごい感じたね、はあ、こいつは人に愛されて、うん、多分生きていくタイプの人間やなみたいな、なんか自分の自我ってよりも、うん、すごい人を思ってる、めっちゃ素敵、超優しいやつ、素敵な話ですね自分のお話ですよ、顔赤くなっちゃった、ちょっと恥ずかしかった彼女かいやでもいいとこが残りつつ、うん、悪いとこっていうか、うん、ちゃんと成長してる、成長分待ってて、ちゃんとただそのコアな、うん、そのなんだろう、無邪気なとこ、ピュアなとこ、うん、優しいとこ、うん、はもうずっとそのまんまだね。あ、じゃあやっぱり、まあ、4年前からそうやって一緒にいて、まあお互いのね、かくなる部分は変わってなくてっていう、うん、ただやっぱあの時俺たちはこう、うん、笑いをやろうみたいな、やっぱ趣旨が全然違うわけで、うん、そっからやっぱ亮はどうしようか、俺はモデルになりたいみたいな、モデルと一番なりたいってなってからの行動力と、うん、
言ったことをやってることがいつも一緒になってて、うん、すげえな。いや本当かっこいい。うん、かっこいい。まあね、この仕事取るって取ってきて、うん、この CM やるってやってきて、うん、すげえな。俺にはできてないことだから、俺ができないことだから。ちょっとこれお互い恥ずかしくなっちゃう。恥ずいよね。まあ気になるのがうちはバークインスタイルっていう事務所にいて、ガクはスカイコーポレーションっていう俳優事務所、うん、そうですね。にいて、自分の事務所がやっぱ俺は全然知らんからさ、うんうんうん、距離は近くても。スカイコーポレーションの事務所に入って、俺が、一番身近な俺が、まあ、モデル事務所、バークに入ってるんだけど、ガク、うん、から見てうち、バークインスタイルって、まあ、俺の話とかも聞いてるけど、うん、どういう事務所だと思う？なんか印象？どういう事務所？イメージか。イメージ？イケイケだよね。マジでイケイケだよね。マジでそれ思うよね、うん。やっぱ俺の事務所とかもさ、うん、あんまそんないっぱいたくさん会ったことないけど、やっぱ同期とかもやっぱ役者だから、うん、まあ、なんだろう、俺も普段こういう感じじゃん。うんうん、なんかやるときにガッってなるけど、やっぱみんな普段がなんか、普段からすごいイケてる。うんうん、だからこのスタイルとスタイリッシュとやっぱそこで仕事の違いを感じる。そのなるほど、ね、役者事務所と、まあ、もちろん役者事務所もかっこいいし、かっこいい、かっこいい。あんまり多分あんまり気にしないんじゃないかな。俺とかもタンクトップとかだし、タンクトップ、タンクトップ B さん短パンまあそうよな、外に出る服装はモデルはちゃんとさ気にするよな。まあ確かにそう、かっこいいね。嬉しいよね。嬉しい。社長に後で言わなな元気だって言われてる、元気だって言われてる。そのお話の中でなんか音楽も役者もその海外での活動っていう風に伺ったんですけど、うん、はい、まあ、今なんだろうな、一番力を入れてるのってやっぱり音楽。そうですね、今はなんか自分のファーストアルバム今作ったりとか、まあ、まだ出してないんですけど、これから、これから、しかも英語だけ。あ、英語だけ、はい、その後も日本語も出すんですけど、あ、やっぱり私、あの、私も実は音楽前やってて、はい、でそれこそ、まあ、私は英語話せないんですけど、うん、また違いますよね、全然。英語で歌うのと日本語で歌うのと、あとテイストがもう、そうですね、やっぱ違いますね、うん、なんかその向こうの好みも違いますし、うん、やっぱこう売っていく方向性もやっぱ、あ、日本で結構こうやっぱ日本人の聴いてくれる方にこう向けて作るんですけど、うん、やっぱ海外ってこう視野が全世界で、うん、だからその例えば BTS とかも世界でわって言われてるのは、うん、マーケティングがもう世界に向けてこう発信できるような曲を作ってるんで、全世界に向けて発信できるようなちゃんと曲も作ってて、そう、歌詞もそうだし音もそうだし、なるほどね、そうそうそう、歌詞も曲も自分で、そうで、一応ちゃんと海外が好むようなテイストをちゃんと研究してディレクターの人と話し合って、なるほど。これからの目標をね聞きたいなと。目標、うん、やっぱまじまじ俺も聞いたことないし、うん、各がどういう目標今あるのか。うん、目標は、まあ、最近その日本のバラエティに出たりとかもあって、うんうん、やっぱそういうちょっとこうバラエティ系がやっぱ好きだからさ、うんうん、人と話してその場で感じる仕事、うん、だからそ日本ではそういう活動をして、もちろん音楽もやって、最終的にはやっぱ本当にトップの向こうの海外の全国ツアー出たりとか、うん、一番半端ない伝説になっていきます、うん、っていう彼はこの放送の、2時間後 LA に飛び立ちます。すごすぎる。今日その合間に来てくれましたありがとうございます。いい、まあ、ダッシュだもんね。そうだね、大丈夫、走るの好きなんで。走る、はい、すごい優しい全部ポジティブに捉えてくれる、ね、すごいポジティブだからありがとうございます。いい、今日どうですか、バーク TV 出てみて。いや、ちょっとこう初めてだから、なんかさ、ね、そう、しかもこういう風にこうしっかり話すことない、うんうん、こうやっぱカメラ回って、うん、こうね、しかもね、その元相方、しかも元相方いい機会、いや、すごい楽、ね、新鮮です、なんか楽しいですね、うん、意外とこうな話もできるし、うん、じゃあ今の気持ち歌ってほしいな。じゃあ歌って今の気持ち歌って。今の気持ち、今の気持ち、あのこのメインカメラにどうぞ。それで締めよう。オッケーオッケー、うん、それで締めよう。俺らのそうだね、まあ今の気持ちっていうか、やっぱ最近のモチベーションの曲、うん、エルヴィス・プレスリーのハウンドドッグっていう曲、有名だと思う、うん、これ歌っちゃっていいのかな。歌っちゃう、カバーソングだったら、うん、ここね、気持ち入れていこう。オッケー、そのままバーンだから。
歌いながらバーン。あ、歌い出しできんないんだよ。じゃあいくよ。じゃあエルヴィス・プレスリーの半族ね。You are nothing but a hound dog, God. Cry all time. You are nothing but a hound dog, God. Cry all time. いいね。Well, you never gonna love me, let no friends of mine.